古くから修験道の道場として知られた歴史の香りが色濃く残る町。大規模ニュータウンの開発とともに繊維の町として住宅地として新しいものを受け入れ発展してきた町。そして教育と情操を担ってきた知性が集う町箕面市。北大阪急行の延伸とともに副都心としてさらなる発展を目指し都市整備計画を進めている新船場地区。ここに大阪大学箕面新キャンパスが誕生します。1921年に創立された大阪外国語学校というのが前身です。大阪の林長子さんという方が大阪に国際人を育てないといけないということでご寄付くださったことによりできました。でその後大阪外国語大学になりまして2007年の10月に大阪大学と統合して大阪大学外国語学部というふうになりました。新キャンパスはその100年を誇る外国語学部の歴史を踏まえてですね、やっぱり国際人を育てるためのさまざまな言語の教育、その言語が話されている地域の地域研究というものを教育していくということがまず一つあります。箕面キャンパスには日本語日本文化教育センターというものも実はありまして、でそこでは世界の50カ国を超える国と地域から留学生さんが来られていて、で日本語と日本文化を学んでおられるんですけれども、その方々と外国学部の学生さんが共に学ぶことによって世界のさまざまな地域のですね、いろんな知識を集約した研究教育拠点ということになると思います。大阪大学の外国学図書館とそれから箕面市の、市立図書館が一緒になるという、で市民の皆さんにも、大阪大学の蔵書を借りていただけるという形になるので、でそういう図書館が一体化するっていうこともそうなんですが、障害学習センターができたり、文化ホールができたりしますので、外国学部の教員等が何らかのその講座を開いたりとかして授業を提供できるような形にしたいと思っていますし、現箕面キャンパスでも行っていた夏祭りというのがあるんですけれども、秋に行っている語劇祭という各専攻言語で演劇をするというものなんですが、その2つも一緒にして、でまたその箕面の市民のいろんな方にステークホルダーになっていただいてご参加いただくっていう、共同して何かをやっていくっていうことを私たちは今一生懸命考えています。箕面キャンパスっていうのは留学生さんがたくさんおられますし、それから外国のことを学んでいる外国学部の学生がたくさんいるということで、外国の文化や社会の問題について箕面市の市民の皆さんにいろんな発信ができると思いますし、でまた箕面市の市民の皆さんからその例えば留学生の人たちに日本文化について一緒に学べるような何か催しをしていただくとかっていう、そういう交流の場を一緒に作っていくということで、グローバルな視野での、大きな文化の発信拠点というのを作り上げられればいいなというふうに思っています。大阪外国語学校から始まって100年なんですが、大阪から関西から国際人を輩出するということを私たちは目標にずっとやってまいりまして、で世界で今非常に活躍している卒業生がたくさんおります。今後の100年もこれからの100年もまたそういう世界のいろいろな人たちと交流して対話によって、相互理解ができる本当の意味でのグローバルな人間を育てていく
という、まあ、使命を胸に頑張っていきたいというふうに思っています。新キャンパスは豊中吹田キャンパスの中間に位置し、お互いのキャンパス間での連携を図ります。また最寄り駅は北大阪急行電鉄の延伸により新設される箕面千波阪大前駅、鉄道は千里中央を起点とし大阪中心部までおよそ20分、新幹線や飛行機の利用にも優れた立地で多方面へのダイレクトアクセスが可能となります。さらに駅とキャンパスを直結するプロムナードを新設し、より良好なアクセスを実現しました。延伸される北大阪急行電鉄は箕面茅野駅までを予定しています。駅周辺には箕面キューズモールなどの施設が隣接、より活気あふれる街へと変化します。新キャンパスは大阪大学の中でも OU グローバルキャンパスと称され、まさに国際人を育て、世界のさまざまな地域の文化や社会を理解し、それを発信していく拠点となることを目指しています。ここに来た人は誰でもキャンパスのあちこちで異文化体験ができ、新しいコンセプトのキャンパスライフを楽しむことができるはずです。1階のエントランスを入るとまず目に飛び込んでくるのは外国語学部25の専攻言語、それぞれの知っておいてほしい言葉表現が彫られた大きな石板です。100年の歴史をここで感じることができます。3階には本キャンパスのコンセプトの一つである社会に開かれたキャンパスを象徴するための食堂があります。また靴を脱いでくつろげる小上がりスペースもあり、ここでは外国人留学生とともに日本文化を学ぶための落語会や100人一首大会などを企画するなど、市民との交流を図ることを目指しています。5階から6階にかけては大きな階段教室となるスペースがあります。ここは普段学生のコミュニケーションを活性化する場所として誰でも使えるスペースですが、他にも授業の一環として学生のプレゼンテーション大会を行ったり、課外活動のパフォーマンスを行ったりすることができます。7階では主に日本語日本文化教育センターの授業が行われます。広いテラスがあり、留学生と日本人学生が一緒に活発な交流をするための場となります。そして日本初の試みとして未来の教室というコンセプトのもと、ダイキン工業と大阪大学が共同プロジェクトを行い、学生がより学習に集中できる環境を整備しているのが4階です。教室の空調、照明、音響、映像を操作し、学習効率を高めるベストミックスを探求する研究を行って、勉強に集中できる、そして勉強に没頭できる、最後にはがむしゃらに勉強できる環境を整備することが狙いです。東端のサルク自習室は3つのスペースに区切られ、香りが集中力にもたらす実験を行います。中講義室にはダイキン工業の置換換気システムを設置し、 CO2 の濃度を大きく下げることによって集中力の途切れない教室の実現を目指します。ハルク教室では4つの壁面のホワイトボードとインターネットを使って世界とリアルタイムで結んだアクティブラーニングに最適化した空間を創造します。また3階の南側にはとても大きなピロティがあり、学生のみならず市民の方々や企業、NGO、NPO などの団体にも様々な催し物などに有効活用していただける空間になります。 OU グローバルキャンパスは世界の様々な文化の交流及び学生と地域住民の交流という2つの交流拠点として、またサステナブルで環境にも配慮したキャンパスとして、
これからの100年を見据えて発展していくことを目指しています。隣接するのは大阪大学附属図書館外国学図書館と箕面市立図書館が一体化した新たな図書館と文化ホール棟。ここでは大学図書館と市立図書館の蔵書およそ61万冊が利用可能となります。図書館の特徴として2階に併設されたカフェは憩いの空間、また上の階に行くほど静寂度が増すような設計になっているので学生だけではなく近隣の方々にとっても活発に学びを得られる空間として活用できるでしょう。図書館と隣接する箕面市新文化ホールではコンサートや舞台公演が可能な大ホールと市民利用を主体とした小ホールを完備、さまざまな文化の発信地にふさわしい公共ホールを目指して運営を開始します。さらに新設される学生寮ではスタディルームやコワーキングスペースなどを設け、より快適な環境で学習にまた交流に打ち込めるような施設となっています。大阪大学では箕面新キャンパスの1階に大阪外国語大学記念ホールを設置するための費用について皆様からのご寄付をお願いしています。このホールは2021年に100周年を迎える大阪外国語大学を記念するためのもので、 OU グローバルキャンパスにふさわしく国際シンポジウムや学会などの開催、また市民の皆様にさまざまなフォーラムなどを開催していただくためのものです。趣旨にご賛同いただけましたらどうかご寄付をお願いいたします。詳しくは大阪大学未来基金のホームページをご覧ください。大阪大学箕面新キャンパス、ここにはさまざまな年代の方が集い、さまざまなライフスタイルを営むことでしょう。学ぶことは一生の夢、それはゴールではなくスタートでありたい。世界と地域を結びつける活動拠点として広い視野を持つグローバルな人材を育成する場として、これからの100年に向けて今始まります。